はい、ガレージライフの高橋直樹です。軽自動車ももうちょっと力あればなと思った時ありませんか？そこで軽自動車のカタログを見るとですね、64馬力ということになってるんですが、実はこれ法律で決まってないんですね。なんでもうちょっと力のある軽自動車出してもらえないのか、今日はそのような疑問にお答えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今軽自動車っていうのは64馬力ということで売られております。普通車の場合はですね、そのクラス別とか、あと車に乗ってですね、いろんなものがありますよね。でも今の軽自動車って室内を広くして、家族もゆっくり乗れる、そしてパワースライドドアなんか両側についてたりして、重量も重くなってるということで、まあそれを補うために例えばターボモデルなんかあるわけなんですけどもね。でも基本的なその64馬力っていうのは変わらないわけなんです。軽自動車がこんなに進化してるのに、なぜ馬力を上げてくれないのかっていうことなんですよ。それでまずその軽自動車の基本としてですよ、何 cc っていう排気量は決まってるんです。今は 660cc なんですね。でパワーが欲しければターボつけるっていう形になるんですけど、この 660cc っていうのは今現在 660cc なんだけど、その前はですね、もっと低かったんですよ。 550cc っていう規定がありました。でさらにその前はですね、 360cc っていう規定があったんですね。排気量に関してはこのように規制緩和されてきまして、現在今 660cc までということになってます。そしてボディサイズもですね、軽自動車に関しては全長、前から後ろまでが 3.4m、 幅が 1.48m で高さが 2m と決められております。軽自動車はその枠以下であればいいということなんですけど、カタログ見るとほんとギリギリで作られてますよね。ただ高さはですね、長さ幅に対して高さが 2m ってなると、なかなかその 2m ギリギリっていう軽自動車ってちょっと難しいんですけど、ただですよ、さっき言った馬力です、64馬力っていうところでいくと、これは特に法律上の規制ってないんですよ。さっきの長さ幅高さとか、排気量はあるんだけど、これに関してはないんですね。だったら何馬力にしてもいいんじゃないかとね、車も重くなってるし馬力上げてくれよっていう話なんだけど、実はですね、法律ではなく各メーカーによる自主規制というものによって決められてるんですよ。じゃあその自主規制をね、ちょっと撤廃してくれないのかなっていう話になるじゃないですか。でこれには実は背景があってですね、この自主規制を引かれた経緯としては、1980年代っていうのはですね、交通事故による死亡者っていうのがドーンと増加した年代なんですよ。そういうことでこの車もですよ、規制しなきゃいけないんじゃないかという流れになってきて、各メーカーそれぞれが競争っていうとちょっとあれなんだけど、スペックを上げようっていう、そういう時代でもあったわけなんですね。まあそういうことが関連してるんじゃないかとは言われておりますけれども、でそこで当時の運輸省ですね、でこれは国が法律としては作らなかったんですよ。日本自動車工業会っていうのがあるんですけども、そこを通して各メーカーにちょっと自主規制をしてくださいよというお触れがあったわけなんですね。だから当時はですね、そのスポーツカーにしても280馬力っていうのが、まあ、制限としてあったんですね。軽自動車に関してもですね、当時の、何年だっけな、ちょっと何年か忘れたんですけど、スズキのアルトワークスです。これが64馬力達成したわけなんです。でそこでこれがですね、軽自動車の今の64馬力の基準になったわけなんです。で64馬力規制というのはずっと続いてるんですね。で乗用車に関してはですね、280より上のものっていっぱい見るじゃないですか。であれは2003、4年ですね、まあ、その頃にホンダのレジェンドで300馬力って出たんです。でじゃあさっきの280ってのはどうなったのっていうことなんですけど、実はこれもですね、社会的背景があって、さっきはね、1980年代にはそういった交通事故による死亡事故なんかが大幅に増加して、まあそれだけじゃないですよ、車のパワーがあるから交通事故に起きるってわけじゃないんです。ただまあそれも一つの要因として、まずそういったお触れが出たということなんですけど、ただ今回のその280の規制がなくなったっていうところの背景でいくと、やっぱ車が進化してて安全性能も進化したわけなんで、そこで交通事故がどんどんやっぱり減少傾向になってきたっていうことがまず一つと、あとはやっぱり海外とも競争しなきゃいけない、日本車が海外で戦っていくためにはそういった競争力を高めなきゃいけないっていうこともあったわけなんですね。まあ、これで乗用車の場合は今はですね、そういうのがないんですけど、じゃあなんで軽自動車ばかりが64馬力で止まってんだよって話なんですけど、実はですね、これやっぱりメーカーですから統計取るわけですね。どういう年代はどういう車を好んで、この車を選ぶのは女性の方が多いとか、まあそういったデータがしっかりあるわけなんですね。そうすると見えてくるのが、今現在の軽自動車のユーザーっていうのは、実は 65% 以上が
女性っていうデータがあります。その中でも 44% 以上が60歳以上の方が乗られてるということなんですよ。となるとですよ、僕の立場からしてもやっぱりもうちょっとパワーが欲しいなって思うんですけど、ただそういった女性のしかも高齢者となると、そこまで馬力を求めてますかっていうことなんですね。そこの層だけで考えると、特にねガチガチに固められた自主規制っていうその枠をですね、頑張って頑張って撤廃してまでも意味あるのかってことになってくるんです。今意味と言いますか、その簡単に上げると言ってもですよ、そこにはやっぱり膨大な開発費がかかるわけですからね。あとはその幅とか長さとか高さとかももうちょっと大きくしたらいいんじゃないかっていうこともあるんですけど、それをやってしまうとね、逆に言うとそういう規制があるから税制優遇されてるわけなんですね。軽自動車だから税金が安いとかっていうのは、やっぱりそういった枠の中で規制されてるからこそにできることで、まあ、ちょっとこれはね難しい話になってきますね。はい、ということでこの軽自動車の64馬力規制っていうことなんですけど、普通の乗用車ではもうその規制が撤廃されてもう20年近くなりますけど、軽自動車に関しては軽自動車を使ってるユーザー層からしてわざわざ馬力を大きくする必要がないということからですね、こういった64馬力っていうのが継続されているということなので、おそらくこの先もですね、今の日本の、ね、そういった状況からしてますますそういった層が増えていくということがまあ予想されますよね。ということで、今後もですねこのまま続いていくんじゃないかなっていうところですね。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にカレージライフを楽しみましょう。それでは。